どうもこんにちは、とっくんです。皆さん、もしもの時に何でもできるクレジットカードねえかな思ったことありませんか？何でも利用できるクレジットカード欲しいですよね。そんな時はこちら、ビトリノックススイスカード。ドドン、やってまいりました。10得ナイフでもとっても人気のあるビトリノックスのサバイバルカードでございます。なんかね、アマゾンとかにね売ってて、ちょっと気になったんで私買ってみました。これをね、今日ねパパッと開けてみて、なんかどんなもんかなっつーのをね、ぜひね参考にしてみてください。まずこんな感じなんだよね。スイスカード、もうねこの見た目がね、ほんとね、なんかいわゆるわかんねえけどプラチナカードみたいだね。なんかね、この質感銀色、なんかこうあれですね、お金持ちになったような、うん、プラチナカードつのがね、これが、うん、ビトリノックスって書いてあって、で裏がねこんな感じ。もうほぼね、もう今日のこれほぼね、今日の動画はほんとね5分ぐらいなんじゃねえかなっていうね。1234567891013個、あ、英語、あすいません、失礼しました。日本語ありました、日本語。そうか、それぞれの国の言葉ね。1がレターオープナー、ハサミ、ピン、ボールペン、ピンセット、ルーペ、マイナスドライバー2個のドライバー、ドライバーのライト、ライトとスケール、スケール、すげえな。これちょっと開けてみましょう。このカードで何でも夢が叶う。なんか東京の港区だもんね、これみんな持ってんだべ。はい、開封開封。それではこういうの人気あるよね、このパパッとさ一個。うわ、なんか本当に、なんか本当にクレカ感があるな。なんだこれはね、いいな。よし、あ、これね、おお取れた。あ、なんか中にやり方なんかねこう書いてあるね。はあ、はあ、あ、簡単にやり方書いてあるんだ。はい、こちらね。はあ、これがまずルーペだよね。ルーペ、ルーペってことはあれなのかな。あ、これ多分火いけるわ。もしもの時これ火いけるよ。ほらほら、ルーペだ。ほら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 、多分こんだけ光を集められれば、今西日だけど、これはまあ日中だったら、黒いところだったらいける、この感じ。あ、火起こせるわ。普通に目見えねえなーなんてもんじゃねえわ。火起こせる、これいいね。あとここから順に行っていこうか。あ、こんな感じかね、こう定規と、あとこうそれぞれあるね。ここ行くよ、じゃあ引き抜きを、引き抜きを引き抜くと、お、素晴らしいな、素晴らしい。ナイフ、ミニナイフです。ほら、ミニナイフ、歯ついてます。ちょっとこういう時はちょっとね、真似しないようにね、爪をこうね、職人さんとかこう包丁研いだりした後にこうちょっと当てる人もいるよね、人によっては。あ、切れる切れる、すっかり切れる、食い込んだわね、ナイフ。うわー、いいなこれ。引き抜きを引き抜き、ここだ、これがあれば何でもできる。おりゃ、おお、あ、作り細け、さすがビトリノックス。ハサミめっちゃいいな、こうちゃんとバネついててさ、ほらちょっとしたこうね、釣り糸切るにもさ何にもいいよこれ。あとここが定規だそうで、あとここ定規ね、定規でしょ。であとこれがなんかね、定規で12、13ってなってんだよな。あ、そういうことか、なるほど。これはあの表がセンチだわ。はい、ここ12345678ってなってるでしょ、これセンチだけど、裏はインチですね、1インチ2インチ3インチで、次がこっち、上行ってみよう。これよいしょ、引き抜きよ、引き抜き、これてねてーん、てー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 、あ、これあれだわ、ボールペンじゃね。え、嘘、ボールペンか、ボールペンか、いくよ、書いてみるわ。あ、ボールペンだ、細っ、一見わかんねえ、ボールペン。まあね、私ぐらいになるともうこれさえあればもう象ぐらい倒しますけどね。棒ペン、棒ペン、あと次もう一個下にあるね、これ、よいしょ、引き抜き、ほう、あ、これ、これが毛抜きね、これ。うわ、これたまらんぞ、思春期の
うん、男子高校2年生ぐらいか。これは眉毛とかもね、細ければ細いほどっていう俺の高校時代だからね。細ければ細いほど、そしてもみあげはジェルつけて、とんがればとんがれほど、バッファローみてえな。そうすればするほど先輩の象徴、モデル象徴だったからね。これ持っていければいいよ。全国高校3年生諸君、このビトリノックス高校に持っていけば、勉強して眉毛細くして眉毛切ってね、え、うん、でまあナイフは持たねえほうがいいよねえ、これ1個で高校生モデんでねえの。うん、引き抜き引き抜き、これがあれだ、よいしょ、おお出てきた。これがほらすげえ、プラス、一応プラスっていうかね、ちょっとこうプラス寄りではあるんだな。マイナスドライバーの正代とはドライバーの正代って感じだね。これドライバー、ああとライト、あと最後だね。ああともう一個あったわ、これ、ここ、こっちっちゃ、これは見逃すぞ。これせーの、よいしょ、テレテー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 、すげえ針、針だね。まあなんかちょっとね、こう押さえるとかね、こうピッと押さえてこう吊るしておくとかさ、これちょっと加工したら釣り場にはいけなくはないね、うん、グッと曲げて、まあ、昔無人島にね漂流した日本人の方は釘を加工して釣り針にしたって言われているから、針、釣り針をね作ることもできる。まああと手芸のね授業でちょっとね、針忘れたよっていうのをね、ちょっと手挙げて先生に怒られるのが嫌な人はこれでね、持ってるふりをするということも学校では可能かもしれないね。私の小学校6年の時はね、あの習字の授業でね、あの習字の筆忘れた同級生いたんだよね。絶対いるよね、学校でね、習字の授業だと、あ、筆乾かしてるまま家置いてきたって、ね、でもね、先生めちゃくちゃ怖いんだよ。だからね、その同級生ね、なんか、あっつって俺にね、言ってきて、おい、ちょっとごめん、筆忘れた。で、先生がもうな、はい、じゃあ見かけ、みたいになって、もうなんか、あってなってんだよね。同級生がね、もう準備で、文鎮堂も全部準備して、だからね、私ね、シャ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 って書いてね、サッて渡してね、シャッて交換して、俺もう一個シャ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 って書いてね、で先生こう教えてんだよ、遠くで、こう見回り来た時にはもうその生徒はね、はい、書いておりますみたいな感じでね、乗り過ごしたことあったよ。うん、そういうこともできるかもしれないね。あとは最後にライトか、ライトだって、これライトだとはどうなんだ、あ、これか、これだね。今今行くよ、じゃあカメラ向かって行くよ、これだべ、いや、行っちゃ行くよ、点火よーい、点火、ここね、前ついた、ついてるよ、ついてるついてるついてる、ああついてるついてる、思ったよりついてる、思ったよりついてる、ほらほらほら、昼だからあれだけど、結構ね、あのカメラの周りもねピカってなってる。これはまあ周りがこうやって見歩けるほどじゃないけど、こうちょっと作業をする時とかのこう夜とかね、パッと開いて、まあ、このぐらい2センチぐらい明るくなる、幅確実に明るい、ほら、だからちょっとした作業をするには、確認するにはいいね。あとここにいるよ俺っていうね、こうパッパッパッとね、ちょっとこう遠くとかね、いかがだったでしょうか。このね、ちょっと皆さん気になるけれども、なかなかね買うか買わねえかはちょっと勇気のいる、ジャンルだと思います。十徳ナイフの、まあカード版みたいな感じですね、サバイバルカードね、紹介でございました。こちらちなみにお値段が、最初ちょっと載せてましたが、Amazon で2800円で売っております。これ海外旅行とかにもねいいかもね、もしかしたらこういうのも、あのちょっとこんな毛抜きとか一回ね、ほんとちゃんと脱げるかっていうか試す、脱げるか脱げるか、ちょっとやってみるか、あーちょっと産毛だけどな、行ってみるか、あ痛い、抜ける、行って行って、抜ける抜ける、いいね、うん、抜けたよね、今切れたわけじゃないよね、抜ける抜ける、あ痛い、抜ける抜ける、はい、いいと思う。スーツケースに入れればこういう針とかもいけるでしょね。皆さんぜひ、評価も高いのでね、興味ある方いかがでしょうか。完全に、案件ではなくて自腹でやっております。気に入った方いかがでしょうか。以上、サバイバルカードの紹介でございました。それじゃまた。